はい、皆さんお疲れ様です。海猫の鳴く頃に続きを始めていきたいと思います。ちょっとまた前回から時間空いちゃってるんだけど、今回実はすげえ楽しみにしてて、ベアトリーチェのメタ空間みたいなところに入ったところで終わったんだよね。だから、ちょっと何が始まるのかなってすげえワクワクしてんのと、あと、曲がめっちゃいいんですよね。確かアンサーって曲なんだけど、確かアンサーだよね。いや、いい曲だよね。すべてのコマを並べ直し、新しいゲームを始めようではないか。何か問題は？だからエピソード2が、いよいよ始まるよっていうことだね。おわー、ここにいるのか、バトラも。魔女は優雅にキセルをふかしながら、挑発の眼差しを浮かべる。バトラは、まるで相手にする気もないように、存在に肩をすくめる。目は合わせない。でもそれは、相手にもしないという意味ではない。貴様の術策には、決して乗らないという明白な決意。戦おうという力強い決意の表れ。まさか無策ではあるまいな。このベアトリーチェとさ、バトラが並んでるシーンで、曲がアンサーってのがなんかすごいいいっすよね。エモいっすよね。ちょっと一人で楽しくなっちゃってるんだけどさ。好きに先手を取ればいいじゃねえか。もちろんそうさせていただく。でもベアトリーチェはさ、このバトラとのなんだろう、戯れというか、このゲームをすごい楽しみにしてる描写はあるよね。それもなんか策略なのかな。ああ、まあそうだよね。要はバトラが屈服しない限りは負けないっていうことなんだよね。そうなんだよね。相手は無限の魔女だから。そう。バトラは言っても人間だから、無限に繰り返されたら、そう、勝てないよね。だから、そうなる前にやっぱり答えを見つけなくちゃいけないんだよ、プレイヤーは。俺もお前が根負けするまで何度でも無限に付き合ってやるぜ。意地の張り合いってやつでは負けた例がねえんだ。どこその魔女にでも入れ知恵されたか。あそっか、一応これはベルンカッセル教にあった後なのかな。ヒントくれたもんね。さあ何が始まるのかな。さあ始めようではないか。そなたの指し手はすでに知り尽くしておる。手の内を知られた守りなどたかが知れておる。同じ手でしのぎきれると思うでないぞ。ベアトリーチェ、一つだけ最初に言っておくことがある。なんだ。あ、この表情いいな。好きだわ、ベアトの。この首の角度好きだね。お前が何をのたまおうと自由だ。はい。だがうん、まあ結局さっきから同じこと言ってるけど、貴様の魔法がどれほどのものだったとしても、俺の魂は屈しない。これは俺への拷問だと？違うね。ならばなんだというの。これはお前への拷問なのさ。お前がいつ俺に屈し、アンサーショート。諦めるか。それまで繰り返される拷問なのさ。ただのショートバージョンなのかな。わざわざ違うタイトルつける。ああ、そういうことだよね。いやー、いいな、この表情もめっちゃ楽しい。なんだろう、こういう表現ってさ、本当に海猫って上手だと思う。あ、パリンか、もしかして来るか。ノットパリンか。ごめんね、なんか俺割とパリンをこよなく愛してるんだけど、10月4日、賓客、10時45分。月夜、月夜か。六軒島を訪れる親族たちは、毎年、最初に出迎えられるバラ庭園で、簡単のため息を漏らすことになる。彼らは足を止め、今年のバラの美しさや咲き具合について、語り合うのだった。今思いっきりしたかんだ。言った。その中に一輪、枯れかけたバラがあり、マリアが感傷にとらわれ、消沈してしまう。同じ流れか。ジョージが起点を利かし、そんなにかわいそうなら面倒を見てあげればいいと、飴玉の包み紙で目印をつけてあげると、すぐに機嫌を直した。そして、今朝からずっと仲のいいバトラが、マリアの大好きなハロウィンの話を振ると、もう元気を取り戻し、はしゃぎ始めるんだった。この、ハロウィンのくだりが、エピソード1ではなかった部分だよね。マリアにとっては今朝、ローザに買ってもらったジャック・オーランタンのマシュマロ菓子が何よりの宝物なのだろう。本当はキャンディーが欲しかったんだよね、きっと。何本も買ってもらったらしく、会う人会う人にトリックオアトリートを求めては逆にお菓子を与えているのだった。マリアはどうしてこんなにハロウィンが好きなんだろう。まあ魔女とかそういうのに、日本人には一つ馴染みにくいイベントだと思ってたんだろうな。通ずるものがあるからじゃない？そっか。仮装行列で練り歩く子供のお祭りだからじゃないか。この頃のバトラはまだマリアが違う格好をしてはしゃぎ合うってのは楽しいぜ。魔女に傾倒してるってのはまだあんまり知らないのか。多分僕はもう少しディープな理由によるものだと思うな。ジョージがディープって言うと気持ち悪いな。何しろ魔女のマリアちゃんね。そういや飛行場でもマリアは仮装するなら魔女になりたいって言っていたっけ。マリアって魔女が好きなんだ。ああ、ええ、大好きよ。まあローザからしたら複雑なんだね、やっぱりね。まあまああのくらいの年頃はファンタジックな存在に憧れるもんですから。せめてテレビアニメのヒロインに憧れるくらいなら可愛いんだけど。ベアトリーチェに憧れちゃってるんだよね、多分。ローザのその様子を見る限り、母親としては娘の魔女好きをあまり快く思っていないようだった。それはバトラ以外のいとこたちにとっては理解できることであるらしく、苦笑いしながら肩をすくめ合うんだった。ふん、魔女好きだとハロウィンも好きになるって論法なのか？わかんなきゃ本人に聞けばいいか。おいマリア、ハロウィンと魔女って何か関係あるのか？ここで発狂マリアになったら面白いけどな。バトラがそれを問いかけると、ジョージとジェシカがあっと小さく声を上げる。まるで後の祭りだとでも言わんばかりだった。あその質問はマリアにとっては待ってましたとでも言うようなものらしい。一瞬だけ嬉しそうな表情を見せちょっと今顔がドヤーってなったのに笑っちゃった。分かってないなぁとでも言うような小意地の悪いものに変わる。門外漢が間違った思い込みで出現し、マニアの逆鱗に触れてしまった時に見せる表情そのものだった。調べ。旋律を調べってもんですね。ケルト人は1年間を通じてその勢いを変える太陽は1年を通して生まれ育ち、老いて死んで、そして再び蘇ると考えていたの。これ大事な話？はい。納得だな。春のか弱いポカポカした太陽がどんどん成長して暑いくらいになり、次第に痩せ衰えていく様をなるほど太陽の一生と考えるのもうなずける。今の話を聞いてこう切り返せるバトラってやっぱりすごいなって思うけどな、俺。だから彼らは普通返せないよ。10月の最後に太陽は死に、死の国で体を休めて冬至の日に再び蘇ると考えたの。10月の最後に太陽は死に、はいはい。それで太陽が1年の生涯を終えて死ぬその日を大晦日サビンと呼んでお祝いした。へえ、それ初めて聞いた。再び日照時間がお前が語るんかいマリアの話を聞きたいんだ俺は。復活の日とする考え方はとても面白いよね。なるほどね。古代の人々がいかに太陽を神聖視していたかがわかるエピソードだよ。今みたいにこういう文明が発達してないから、そういう自然っていうものに対する信仰っていうのは強かったんだろうね。それが魔女とどう関係があるんだ。おい、俺が適当に先を流したのが少しマリアの逆鱗に触れたらしい。口を挟まず説明させろというような目で睨みつけられる。ジョージだって挟んでたじゃん。マリアが楽しそうに語っているんだから、とりあえず口を挟まないことにしておく。10月と11月の狭間は生と死が最も近くなる。ああ、これはなんか聞いたことあるな。この時期に生者の世界と死者やこの世ならざるものの世界が最も近づき、異界の住人たちがたくさん訪れると信じてたの。日本でもあるよね。夕方の時間だったかな。なんか大間が時みたいな。まあ、怪異が現れやすい時間帯。日本でいうお盆みたいなものだよ。っていうのがあるよね。現世に戻ってくる霊魂たちが人々の家に入ってきたり、あるいは取り付いて悪さをすると、当時の人々は信じていた。そこで彼らは、これらの害を受けないようなおまじないを生み出していった。その一つが不気味な怪物の姿を模して霊魂たちを逆に怖がらせ取りつかれないようにしようというものだったらしい。その部分がお祭りになっていって仮装行列になってったんだな。あ、むしろ怖がらせるつもりだったんだ。なんか仲間だよって見せかけるわけじゃなくて、もういっそビビらしてやろうぐらいな感じなんだね。わしもハロウィンに備えな言われがあるなんて知らんかったわ。ね、なんかそのうっすらは知ったけどね。ああ、確かに。意外にも博識なので、大人たちもいつの間にか話を聞いていた。こういう雑学って面白いよね、聞いてると。普段、最年少扱いされてばかりのマリアは、得意げに胸を張っているんだった。ローザは、子供の話だからと、早く輪を散らして、ゲストハウスに荷物を下ろしに行きたいというのだが、誰も賛同してくれず、はぁと重いため息を漏らすのだった。でも、こういう時にさ、自分の子供が、注目されていることに対して喜べないローザもって感じかな、やっぱり。それは後にキリスト教の習慣が混合してできたものなの。そうだよね、俺もなんかキリスト教のイメージあったんだよな。本来のハロウィンの姿とはそうあるべきだと思うの。マリアの話によると、人ならざる者たちの世から訪れるのは死者の霊ばかりではなく、人ならざる者たちの世から、あ、はいはい、人々の生活と密接な関係にある精霊たちもたくさん訪れるのだという。その精霊たちの恩恵を人間が受けられるからこそ、素晴らしい恵みを得ることができ、一年の収穫を得ることができるんだ。あ、ごめんすげえ噛んでるな今日。なるほどな、言われてみりゃ10月ってのは季節的にも確かに。どうなんだろう、秋の実りの時期なのかな。日本の4月のちょうど反対側だもんな。なるほど、霧はいいかもしれねえな。まあちょっとその現地の方がどういう感じなのかあんまりわかんないけど、はい。魔女たちはね、その時期に魔女集会サバトを開いたの。魔女たちは豊かな恵みをもたらしてくれた精霊たちに感謝し、ねぎらったの。まあサバトって聞くとあんまりいいイメージ持たないけどね。向こうから来る客人たちの模倣、つまり彼らにお菓子を施すのは1年の収穫への感謝の気持ちがあってもいいわけだね。はいはいはい、ジョージお兄ちゃんの言う通りちゃんとした知識があって語る分には許してくれるんだ。つまりハロウィンはこの世とあの世の交流のある時期ってわけなんだな。それでつまり魔女たちにとっては、そういう世界の客人たちと交流できる大切な機会だ。なるほど。あ、だから魔女と関わりが深い時期だからマリアは好きなのか。単純に仮装ができるからとかじゃないんだね。魔女たちや悪魔たちの力が最も活発で盛んになるのが10月なの。きっとベアトリーチェも来てくれる。あれ、今って10月だよね。ああ、そういうのにかけてんのか。そしてね、一緒にマシュマロお菓子食べて、マリアも黄金郷に連れてって。出たね、黄金郷。一緒に魔法のお歌を歌って、魔法の呪文を習って、魔法陣の書き方を習うの。そしてね、ルーンの秘密を習って早くマリアを立派な魔女にしてもらうの。いや、そろそろローザおばさんが切れるんじゃないかなと思ってるんだけど。子供は夢があるのが一番よ。いやー、エヴァは余計なこと言いそう。わあ、最悪こいつ。マジで最悪。マリア、もうそのお話は終わりにしなさい。いいじゃん。別にさ、気にしないでローザさん。女の子なら誰だって一度は思い描く。むしろ偏ってるとはいえ、これだけ知識を持ってるって単純にすごいって思うことだと思うけどな。もうそういう年を卒業していますので、こらやめなさいと言ってるでしょ。マリアがこれ以上黒魔術的なことを朗々と語り出し、親族たちの失笑を買わないうちにローザは黙らせようと凄む。どやーそいつはなんだかスケールのでかい話だな。まあ子供部屋に行ってから話した方がいいかな、後の話は。ベアトリーチェって誰だっけ。なんだっけ。まあ聞いた名前だな。メタ空間とはバトラはね、記憶は共有してないはずだから、バトラは6年ぶりなので六軒島の魔女伝説のことをすっかり忘れていた。だがベアトリーチェの名を知らないと口にしてしまったことは、直前までとても上機嫌だったマリアを一瞬で不機嫌にしてしまった。それを見て、バトラはすぐにこの島の魔女の名前だったと思い出すのだが、すべて後の祭り。マリアが機嫌を直すまで、延々と黄金の魔女の素晴らしきミステリアスなエピソードの数々を語り込まれるのだった。もうよしなさい、マリア。ありがとうね、バトラ君。お話に付き合ってくれて。お、このローザの顔も初めてだな。カノン君、お仕事があるんでしょ。もう行ってちょうだい。今回はローザがメインなのかな、エピソード2は。もしかしたらローザとマリアの関係っていうのが、あ、でもルドルフも結構ピックアップされてたよな。どっちなんだろう。それでは皆様、ゲストハウスへご案内いたします。久しぶりだな、ゴーダ。それでは失礼いたします。今回長生きできるといいね。ゴーダが親族たちを先導してゲストハウスの方に向かっていく。荷物を置いてとりあえず一息つきたい彼らは、ローザとマリアがその場に留まっていることは気づかなかった。え、マジか。ごめんね、立ち絵上の問題なのかもしれないけど、マリアって案外背高いよね。ね、小学3年生の割には結構大きいよね。こんなもんか、小学3年生って。彼らがゲストハウスの方へ行ってしまったのを見届けると、ローザの形相がたちまち変わった。ずっとマリアの腕を握りしめていた手を離す。そこには真っ赤な跡が残り、マリアの華奢な腕がいかに過ぎた力で握られていたか分かった。うわっ、この表情いいなぁうわぁ、ちょっとゾクゾクするなぁ。ちょっと怒られたいもんね、ローザおばさんに。そしてその手はマリアの頭をピシャリと叩くと、左の耳を鋭くつねり上げる。魔女の話はするなといつも言ってるでしょうが。それはママとの約束だといつも言っているでしょ。ママ痛い、ママ痛い。あのさ、今日電車でさ、反省したばっかだったんじゃないの？ハロウィンうるさいのよ、あんたは。魔女のお祭り？ケルト人が何よ、黒魔術が何よ、バカじゃないの。あんた9歳よ、9歳。9歳でしょ。あんなに騒ぐからわざわざ電車降りてまでその蛍光トリオみたいな気持ち悪いお化けマシュマロを買ってやったのよ。遅刻してまであんたに買ってやったのよ。あー無理だ。どこまで私の顔を潰せば気が済むのよ。いやー、ビジュアルは綺麗なんだけどな、ローザおばさん。ローザは呪いの言葉を吐きながらマリアの耳をちぎれんばかりにひねり上げる。マリアは苦悶の表情を浮かべながら懸命につま先立ちになって引っ張られる耳の痛みを和らげようとしている。はあ、マリアが手に持っているあのお菓子をローザは突然奪う。あー、なんかこれはちょっと覚えてるな。するとそれを地面に叩きつけ、何度も何度も踏みつけた。マリアにとってそれはつかの間とはいえ、ちょっと泣きそうなんだけど、母と楽しく買い物をした記憶の証であったはず。それが他でもない母に踏みにじられる光景。それがマリアの瞳に消せない焼きごてを押し当てる。こんな気持ち悪いお菓子が何よ。気持ち悪い、気持ち悪い。あんたがそんなんだから、あんたがそんなんだから。だって9歳でしょ。まだてかむしろすごいって。なんだこれ。俺小学3年生でしょ。鬼ごっこしかしてなかったよひたすら鬼ごっこしたけどね。そう言いながら何度も何度も平手で頭を打つ。頬は打たない。赤く腫れて目立つから最低だなこいつ。マリアは目を固くつむり、母の暴力にじっと耐えている。いや、少し違った。帰ってきてママ。帰ってきてママ。助けてママ。助けてママ。悪い魔女に打ち勝って。今、マリアからしたら、ローザは悪い魔女とっていうか、なんだろう、悪魔に取り憑かれてるとか、そういう風に考えてるのか。そうつぶやきながらずっと耐えているんだ。その魔女ってのをやめろっつってんのよ。この叩きつかれたローザは肩で息をする。マリアは両手を握りしめ、早く母が帰ってくるのを耐えている。ママ、早く帰ってきて、マリアを助けてよママ。ちょっと正気に戻ったのかな。いつまでもそこでそうしていなさい。そしてそこで魔女でもハロウィンでもいつまでもブツブツ一人で言ってればいいのよ。ローザはそれだけを言い捨てると、その場にマリアを残しゲストハウスの方へ去っていく。誰かに見られるとか考えないのかな。マリアは泣いてもいいことすら思い出せず、踏みにじられ見る影もなくなったジャック・オー・ランタンのお菓子をいつまでも見下ろしていた。いやー、ローザの株は落ちるばっかりだな。これ大丈夫ローザっって相当叩かれる感じだけど大丈夫なのかなこれ。どこ行ってたの？見てたのかなエヴァは。ごめんなさい。バラが素敵だったものでついつい。ローザ、早く荷物を置いてこいよ。兄貴んとこへ挨拶に行こうぜ。ん？マリアちゃんはどうしたんや？まだ花壇におるんかいな。ええ、気に入ったバラがあるみたいで世話をするって言って聞かなくて、しばらくは好きにさせることにしました。女の子には女の子の世界があったことを私たちはたまに忘れるわ。時には尊重してあげないと。いやー、キレイさんはこれ察してるよね。やっぱあれだよね、すげえクレバーな女性だよね。そうね、お気遣いをありがとう、キレイ姉さん。これアンにさ、自分にもそういう時代があっただろって言ってるよね、ローザに。私たちの部屋はどこ？ご案内いたします。こちらでございます。お荷物をお持ちいたしましょう。ローザは大人になりきれてないんだろうな。自分で持てます、ありがとう。いや、大人っていうよりは親になれてないんだな、ローザは。いや、俺も親になってないからわかんないけどさ。ローザはゴーダに案内された客室に入る。そしてやや乱暴に扉を閉めるとベッドの上に荷物を放り投げる。そして、そのベッドの前に、ひざまずくように両膝をつき、ベッドに顔を埋める。しばらくの間、ローザはシーツを爪で引き裂くようにしながら、おえつを漏らし続けるんだった。まあ、なんだろうな。これは、なんだろう、なんかマリア様にしてしまったことへの後悔っていうよりは、なんだろうな。なんかマリアが自分の思い通りにならないことに対して怒ってるようにしか見えないんだよな。だからなんだろう。やっぱりちょっと今んとこ、ローザに対してはいい感情がないな。見た目が綺麗っていうだけ。大丈夫ですか？カノンは見てたのかな？あ、見てたのか。茂みの裏に隠れていたカノンが、ローザの姿がなくなったことを見届けてから姿を現す。平気だよ。こうしないとマリアも精神を保てないんじゃないのかな。そうだよね。マリアは気持ち悪く笑うが、一部始終見ていたカノンにとってそれは彼女なりの精一杯の痩せ我慢に見えるんだった。最低のやつだ、あれで母親なんて。仕方ないよ、その程度の器にはその程度のが入り込む。おマリアは全然平気だよ。すごいこと言い始めたぞマリアが。カノンは膝をつくと踏みにじられたお菓子を拾う。それは見るも無残。誇りを払って返してあげようと思ったが、とてもそんなありさまではなかった。どうしようか途方に暮れていると、マリアと目が合う。いや、合わなかった。マリアはカノンの拾い上げたお菓子を見ていた。今のマリアの胸中は多分、この踏みにじられてぐちゃぐちゃに潰されてしまったお菓子と同じに違いない。カノンはそれを察したが、どうしてやればいいかわからない。そうだ、さっき僕がもらったのと交換してあげるよ。そういうことじゃないんだよな。カノンはさっきマリアにもらった同じお菓子がポケットにあったことを思い出す。マリアは手を突き出す。受け取るという意味だと思って、お菓子を差し出すが、マリアは握ろうとしない。そしてカノンは気づく。返せと言ってるんだ。どんなに無残でも、踏みにじられた方のお菓子がマリアのもの。マリア、ちょっとごめん。マリアにと母が買ってくれたもの。どんなに無残でも、このお菓子でなければならないのだ。それが、誇りを払えば。ごめんね。今、ごめん、すごい一気にブワッときた。ちょっと一気にブワッときちゃった。それが、誇りを払えば綺麗になる程度のものだったなら、カノンはうつむく。僕には、誇りを払う程度しかできない。ごめん。いや、でも、やっぱりカノンって人間だよね。こんなこと家具は考えないから。カノンは彼女が求める惨めなお菓子を差し出す。マリアはそれを受け取り、言った。ありがとう。人間には誇りしか払えない。魔女には元通りに直すことができるよ。ベアトリーチェなら簡単に、ね。人間。でも、人間って言ってくれるんだね、ちゃんと。マリア様、ベアトリーチェ様のことを。ご存知なのですか？後宮家に関わるものならバトラーを例外にすれば、ベアトリーチェの名を知らぬ者はおるまい。しかし先ほど、マリアは得意げにバトラーに語った。それはまるで、普段からベアトリーチェに会っているかのような口調だった。カノンは、左の握り拳の内側が、チクリと痛むのを感じる。かつて、ベアトリーチェという魔女が現れ、自分とシャノンをたぶらかした。あれは悪い夢だったとずっと思い込むようにしていた。だが、シャノンはあれは現実で、間違いなく本物の魔女だったと言い張っている。そしてこの夏、真珠の社が一夜のうちに落雷で跡形もなくなくなってしまった。この話ね。シャノンが鏡を割ったことは知っていた。はい。そして、魔女が去り際にやがて蘇ると捨て台詞を残したことも覚えていた。そして、ベアトリーチェを信奉してやまない少女が、ベアトリーチェに会っているかのように話す。カノンは心に何か不吉なものが込み上げるのを抑えられずにいた。しばらくの間、マリアはカノンの境地を見透かすように沈黙を守った。まるでベアトリーチェの記憶が蘇るのを待っていたかのように。そして、さも事実であるかのように言う。マリアはね、ベアトリーチェとお友達なの。今日だって会って一緒に遊ぶよ。これ親族会議のたびに遊びますか？会ってたのか。遊ぶよ。一緒にね、魔法のお勉強をするの。まあマリアがどっから知識を得てるかって言ったら多分ベアトリーチェからだよね。自分で調べてるのもあるんだろうけど、でも当時ってさ、インターネットとかもないでしょ。まだわかんないけど、カノンが悪い夢だったと思い込もうとしている魔女の面影がじわり、じわりと脳裏に蘇ってくるんだった。もしかして、来るか？来るのか？これは。あ、来ないんかい。お父様は研究で大変ご多忙と。いやー、俺は今、ふわーって金色の蝶が舞って、ベアトリーチェが出てくると思ってましたね。出てこないんだ。まあちょっと短いかもしれないけど、シーン切り替わったし、この辺で一回終わりにしようか。いや、正直、今回もちょっとあんまり考えることはなかったと思うんだけど、あれだね、ベアトリーチがさ、最初出てきたじゃん？メタ空間みたいなとこで。あそこでもうちょっといろんな話あるかなと思ったら、まあ意外とあっさりしてたから、若干拍子抜けではあったね。ちょっとワクワクしながら始めたんだけど。まあでも、宣戦布告をしたところは、やっぱね、ああいう演出っていうのはすげえよくできてるなって、やるたびに思うね。序盤のうちはね、エピソード1の時もそうだったけど、序盤のうちはそんなにまだ、考えることもあんまりないかなっていう感じなんで、まあ、唯一その社がぶっ壊れた話前回したけど、そこに関してはね、だって雷でぶっ壊れたっていうのがマジなのか、これが何かの暗喩なのかとかはあるけど、ちょっと今は答えが出ないんな。まあ今回もね、ちょっとストーリーをなぞる感じで終わっちゃうけど、ここまでにしようかなと思います。最近暗い気持ちになってばっかだけどさ、もうこっから明るくなるシーンってあんまねえよな。大丈夫かな？やっていけるかな？って心配だけど、引き続き頑張っていこうと思うので、これからも見ていただけると嬉しいです。じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しめていただけたら、コメント、高評価、チャンネル登録いただけると励みになります。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。